fucking say, make me a chance, save my fucking life. はい、ということで、はい、今日もスタートしました FKFC! FKFC!、フィンです。レイジです。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ早速いきますけども、はいはい、今日もですね、なんと、スペシャルな、スペシャルなゲストを、お呼びしております。はい。早速呼び込もうと思います。はい、僕のね、友人で、海外でサッカーをしてた方なんで、はい、富岡英聖さん。はい、どうぞ。はい、すいませんね、こんな狭いとこ、はい、男3人でギュッギュになって本当ですね、はい、こんだけゼロな番組なんですよ。望むところです。望むところ、はい、ということで、もう一回改めて、はい、富岡英聖さん、富岡英聖さん、はい、まあちょっと別の友人のつながりで何回かフットサルでちょっとご一緒させていただいて、はい、その時に俺初めてね、お会いしたんですよね。はい、ドイツでそうです、サッカーをやってた、はい、プロでやってたっていうことも一応そうですよね。ですね、はい、ドイツのレギオナル、そうです、4部ですね。4部、はい、もう最初は、J リーグの甲府にいて、ヴァンフォーレ甲府、ヴァンフォーレ甲府にいて入団されたんです、ね、入団して、はい、でその後ジャパンサッカーカレッジっていうチームに行き、はいはい、まあ、それアルビレックス新潟の、まあ、アマチュアチームというか、ほう、でそこでプロ契約してもらって、そのチームにいて、はいはい、でそこにいる時に偶然ドイツリーグでプレーしてた人が練習参加で来たんですよ。ほうほう。で、アレビの練習がないからうちのチームに来た時に、いや、お前ドイツ行ったら絶対契約できるからって言われて、で自分ももう実はその甲府がダメだった時に、うん、まあ自分の選手生命はそんな長くないなとか感じてしまって、最後やっぱ海外でチャレンジしたいなと思って海外に目指した感じですね。ちょっと俺いろいろ聞きたいことが今日も、はいはい、早速じゃあちょっと聞いていきましょうか、はい、のっけからちょっと面白すぎるんで、一度はでもだって J1 のクラブにいたわけじゃないですか、はい、そうですね、 J1 の甲府ですよ、はい、ね、J1 のクラブっつったら日本でやっぱ最高峰なレベルのクラブなわけですから、うんうん、すげえなって感じでした、やっぱ J1 のレベル的に、そうですね、僕実はグランパスのユースだったんで、あ、グランパスのキャンプとか参加してたんですよ、はい、で、こう大学3年とか4年の時キャンプとか参加させてもらってやってたんですけど、うん、なんかこう、なんとなくできてたんですけど、うんうんうん、甲府っていうのが実はこうクビになった人の寄せ集めみたいなチームだったんですよ、当時だったんですよ。え、それ何年ぐらい前？ね、2007年なので、J1 が2年目の時なんですよ、はいはい、で、その時にまあ入ったらめちゃくちゃテクニカルなチームだったんですよ、甲府が。ほうほうほう。当時ですね、パス本数でいうと、うん、ガンバがやっぱり、はいはい、当時はそうですね、めちゃくちゃパスを回してすごかったっていうのの、うん、もう僅差2位が甲府だったんですよ。そうなんだ。そうなんだ。でも回しまくって、はい、でその大木さんという監督が、はい、あ、大木さん、はい、ポゼッション旋風を巻き起こして、はい、結構 J リーグをこう騒がせてたみたいなチームに入ったんですよ、はい。僕実は足元のテクニック全然なくて気合系なんですか。でゴリゴリの気合系なんで、はい、全くチームにフィットできず、おでそれでだからその甲府がやりたいことと自分がやりたいことが全くこうマッチしなかったというか、ただある意味なんですけど、もうサッカー一回壊されたぐらい衝撃を受けて、で僕はそのまあ僕を大木さんが取りたいって言ってくれて、でもまあ結局その大木さんに干されるんですけど、これちょっとなんか J リーグあるある的ないろいろあるんですけど、やっぱすごい尊敬できる方で、サッカーの価値観とか考え方はもう結構変わりました。へぇー、エンセさんポジションはどこになるんですか？僕フォワードです。あ、もう前なんですね。前ですね。もうゴン中山さんに憧れてて、あー、まさにもうタイプ的にも同じように、もうプレー的にもあんな感じでゴリゴリ、ゴリゴリってもうフォアチェックかけて、はい、でもオフザボールで、はい、でパスが来ねえと切れ散らかすみたいな出せよって出る。僕らね、J リーグ試合目の前で見てる時によく言いますね、はい、そういう相手選手、はい、ですよね、はい、最近でよく見た選手だったら、はい、札幌にいた、はい、徳良選手とか、いや、でもね
ああいうオールドストライカーとか、ああいう感じな、ちょっと今じゃない時代のって言ったらちょっとあれですけど、ああいうの見るとやっぱこう親近感を湧くというか、あの選手もうめっちゃ文句言ってましたから、はい、ここっつったみたいな、そうですいやそこに来ないと、まあ、仕事ができないんだけども、自分じゃ運べないというか、今ってやっぱりもうみんな運べるんで、そうですね、なんで本当にああいう選手頑張ってほしいなそういうタイプだったっていうことですね。なるほど。でも一度はその大木さんに呼ばれたっていうのはすごくない？はい、いやすごいですよ。本当に運というか、実は僕甲府テスト入団。あ、そうなんですか。はい、で結構珍しいんですけど、実はグランパス僕内定してて、はい、決まってるって言われたんですけど、その時にあの、はい、強化部長と監督が両方クビになりまして、で話は頓挫するんですよ。でその時のスカウトの方がすごい優秀で、コンサドーレに取れなかったら取ってくれって話をしてくれたんですけど、コンサドーレも強化部長と監督がくれましたそんなタイミングだよ。本当に職がなくなった瞬間だったんですよ。で俺どうしようかなっていう時に、とりあえずテストを受けなきゃ始まらないと思って、で甲府の前に実は水戸僕受けてるんですけど、水戸受けた時に一次試験で落ちたんですよ。あ、そうなんだ。その時に気づいたのが、この中で多分一番上手くても俺入れないと思って、一番異質な存在にならなきゃダメだと思って。あー、なるほど。目立つには上手さとかじゃないし、はいはい、一番異質にならなきゃと思って、で、甲府の試験の時に前から追い回して、玉巻きは全部スライディングいくぐらいの感じで、はい、こいつ何を生き急いでるのと言われるぐらいやったんですよ。でそしたら大木さんが、まあ、あれはもう取ろうって言ってくれたらしくて、面白い。でもこれが攻略法みたいになっちゃって、はい、次の年に僕の後輩が受けることで、はいはいはい、俺はそれを言ったらそいつも受かったんですけど、そうなんだ。そいつも1年でクビになりました攻略本みたいなやつかな。もうとりあえず契約まで行くんだったらこれで、これで、うん、はい、そっから先はまた別ですけど、ちょっと別のやり方があったってことですね、多分ね。まあ確かに、でも前線ブワーってね、駆け回ってる選手ってのは目立つもんね。ちなみに、バンフォーレには何年いらっしゃったんですか。僕も1シーズンだけ。1シーズンだけ、はい、試合はもう全く出れず。あ、マジですか。もうなんなら練習試合すら出れない時もあって、干され倒してましたねただもうその時はなんかこうサッカーを新しく勉強するじゃないですか、はい、なんか衝撃だったのが、今までこうグラウンド広く使いなさいって言われたのが、うん、急に狭く使えるっていう新たな哲学に入ってったりだとか、まあ、大木さんの僕好きな言葉で、はい、崩せってよくあるじゃないですか、はい、崩し、はいはい、あれって語源化なかなかできなくて、相手を崩すってじゃあなんだよってなるじゃないですか。で大木さんそれ語源化してて、相手を崩すってことは相手の裏に行くことだと。その相手の裏に行く方法はいろいろあって、テクニックだったりとか戦術、あと身体能力で相手の裏側に行くってことができるんだけど、そういうのが3回続いた時っていうのが崩しにつながるんだけど、一番いいのは相手の思考の裏側に行けって言うんですよ。哲学っぽいですよ。哲学だな。で要は相手の考えてないことを3回連続で起こせばそれが崩しになるから、なるほど。相手の思考を超えていくには人との距離が近い方が、何がしてくるか分かんなくなるから、距離が近い方がいいんだっていうのが大木さんの哲学。面白い。いや、なんか俺思ったけど、やっぱし俺らが、敵のサッカー見てテレビ見ながら、ちょ、それさ、もっと前行けるっしょって色々言ってんじゃん、そこパス出したらいいのにと、もうそういうレベルじゃないわ、ね、上は。でも、うん、それを知ってからバルサとかの見方変わるんですよ。あ、そうなんだ。なるほどね。イニエスやっぱそこ入んだなとか、その狭いところでも受けても大丈夫なんだとか、もう見方がやっぱあれ明らかに変わって、で気づいていくんですよ。自分今のサッカーにいらなくないっていうのになんかこう気づいてて、こうただのファイタータイプの人が前で生きていくって結構難しいなってなってって、でもなんとかしなきゃなっていうのがもう本当に甲府の時代でした、ね、言ってたじゃん。だってアレックスがさ、ベロン、はい、アルゼンチンだから、ベロン、あー、言ってた言ってた。いや、何をやってもすぐ剥がされる、行かなかったら持ってかれる、はい、でもじゃあどうしようって、もう何もできなかったみたいなこと言ってたじゃん、うん、まさにそういうことですね。そうですね。サッカー偏差値みたいな。ああ、そうですね。面白い。いや、なんか面白いな。
いやでもあの大木さん、はい、僕岐阜出身なんですけど、FC 岐阜でね、はい、そうですね、そう監督やられてて、はい、やっぱあの時、まあ、結果は出なかったですけど、はい、見てて面白かったんですよ、やっぱりサッカーのスタイル的には、はい、ロマンあるんですよ。そうですね。それはね思ったんです。だからなんか、はい、確かに結果は出ないんだけど、ね、見てて魅力あるし、はい、これを本当やっぱ何シーズンか続けたら、はいはい、なんか面白くて勝てるチームになるんじゃないかみたいな期待もやっぱあって、はい、結果やっぱそこ続かずにクビになっちゃったんですけど、はい、でも確かにあの方のサッカー戦術眼というか、はい、確かに他とは違う、なんか独特なもの持ってますよね。一回サッカー本当に壊すぐらいな、そうなんだ。あの人はそれをずっとやってるんで、うんうんうん、そんなことはないと思うんですけど、まあ、ただその毎日見に行ってるサポーターとかは、あいつできるようになってるとか気づき出すんですよね多分。そっか。だからなんかこうすごいポゼッションがあって、はい、攻め終わった後にシュート入んなかったけど、その当時コセっていうスタジアムなんですけど、コセのサポーターたちが拍手してるのとかを聞いて、自分としてはサポーター分かり始めてんだと、結構感動しましたね。なるほど。これが自分たちのスタイルだっていうのをこう感じていくっていうか、へえ、すごいな、面白いな。え、じゃあそういう時はあれですか、じゃあベンチ入りできない時とかスタジアムで見たりするじゃないですか、はい、あ、そうです、はい、でそれをじゃあもうそういうふうにサポーターがやってるのを見て、お、分かってるなサポーターっていうのを、まあ、思ってましたね。思ってましたし、あとはなんかあのなんか当時あったのが、残り15分とか10分ぐらいになったら、やっぱ山梨ってそもそもエンターテインメントのない街だったんで、よく知ってます。その街にその J リーグのチームが来るって彼らではやっぱ感動で、で来た J1 のチームが戦ってる残り10分ぐらいで意味わかんない手拍子始めます。歌とかでもなく始まったら、なんか勝つっていう。すごい。でそれで多分途中ぐらいまで一回7位とかまで行ったりとかして、はいはいはい、そうなんですよ。で最後こう、まあ、ちょっと研究され尽くしてるんですが、最後の勝てなくなっていって負けちゃうんですから、ね、はいはい、面白いですね。いやなんかやっぱそういうのあるんだね。ね、うん、いや奥が深いわ。なんかこの実際にプロで、うん、ね、されてた方のリアルな話じゃないですか。そうだね。そうだから、なんかその元監督やってた人とかが解説者とかになって戦術の話とか試合のテレビで見たりするけど、こんなに生々しいリアルな話なかなか聞けないじゃないですか。ありがたい。基本的にね、松木さんの、いやそうじゃないそういうのしかね、いや松木さん面白いなって思う。でもあの人もあの人やっぱすごい結果残してますからね。はい、あとやっぱりあの人やっぱりすごいなと思う、うん、勝ち負けを解説できるっていう。ああなるほど。どうしてもやっぱサッカーの人たちサッカーを解説しなっちゃうじゃないですか、はいはい、確かに確かに。でそれそこまで視聴者ってサッカーについて知りたくもないのかなっていう中で、なんかなぜかやっぱりアジア予選の時とか聞きますよね。聞いちゃいます。聞いちゃいます。そうなんだよってこう、うん、もう本当にあ、やっぱそうなんだ、妙に納得しちゃいますもんね。そうですね、はい、なるほど。いろいろあって、はい、ドイツに行かれるわけじゃないですか、はい、4部4部です、なんていうクラブなんですか。トルキアムスポルベルリンっていうチームに行くと、